はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマサガ3続きをやっていきましょう。めっちゃ久しぶりになりますねまあなかなかねちょっとやる機会がなくてだいぶ間が空いちゃいましたけれども、少しパーティーの底上げをしました。エレンのヒットポイントが900近いですね。でミューズが800いってないのか、まあ、100くらい差がついちゃってますけれども、まあねいかんせんちょっと魔貴族がね強くてね、まあ、全員できればヒットポイント900くらいは欲しかったんですけれども、であとちょっとね装備が準備不足でしたね。もう少し魔貴族に対応した装備を揃えてから、まあ、アビスゲートに入った方がもう少し楽になったかなと今更ながら思ってます。で、陣形はね虎穴陣で行こうかなと。もう長期戦になるので、まあ、スペキュレーションで言ってたんですけれども、虎穴陣はねあの防御体制に入るので、まあ、長期戦仕様の陣形でいきたいと思います。じゃあ残ってる2匹ですね、まあ、まずはアラケスの方から勝たして、やっぱりねフォルネウスが強いんですよね。フォルネウス用のね魚鱗をねちょっと持ってきてなかったので、そこがね迂闊でしたね。メイルストロームがねやっぱ強いんですよね。でアラケスはアラケスで大車輪的なものがあるので、まあ、確かミューズあたりが見切ってたとは思うんですけど、一応カタリナはねやっぱり魔王の盾は装備しておきましょう。だからカタリナのね魔王の盾がどれだけ発動するのかっていうのも一つポイントですね。でシャドウサーバントはねちょっと打ってる余裕がないかなと思ってるので、血と汗と涙を流せ。汗はさ別に流す必要なくないか血と涙だけでよくない？なんで青春的な話になってんの。で、乱れ雪月下がね、やっぱね、20消耗するんで、ちょっと逆風でいきましょう。で、ミューズとツイリンは、まずリバイバ要員ですね。エレンと、妖精からかけていきましょう。で、エレンは竜神デック剣と。妖精は一回勝利の歌を唱えて、うわ大進撃か。これもな見切りつけておいた方が、良かった気がするけど、持ってないからな。おお、ナイスだ。これだよ。ほんと助かる。ツイリンがちょっとスタンしちゃったのが痛いな。あ、しまった。まずは七星剣を覚醒させるべきだったか。まあ、4000当たりますからね。リバイバ。ほらー。でカタリナは勝手に回復していくから、王家の指輪ね裏技でちょっとね増殖できるんですよ。実は王家の指輪みんなの分持ってった方が良かったかなと思いつつ、ミューズをちょっと打っときますか。で竜神劣化剣の前に、そうだよ前に七星剣、スターバーストで、妖精はもう攻撃に入りましょう。無双三段でブラックジャックってなんだっけ。うわー寝たよ。ちょっとツイリンだいぶ状態異常になるな。おーら、アラケスってもう一回攻撃してくるっけ。あ、攻撃してくるね。防御体制よし、いいね。妖精は防御体制に入ってるんで全然食らなかったですねこのターンは。ちょっとツイリン寝てるのが痛いな。まあ、これで前衛2人はリバイバーがかかったんで、でカタリナはもうほぼ回復したでしょ。どうしようかね、まあ、600あるんでリバイバーもねだいぶ唱えられるようになりました。だからさて七星剣が覚醒したので竜神劣化剣を打っていきましょう。無双三段と体落とし、これスタンするっけ。あ、しない。よしよしよし。だからなるべくねアラケス先に攻撃してもらいたいんですよね。攻撃すると防御体制が解けちゃうんで虎穴陣は。いいね、5000当たりを焼きごて。あっちっちと。これででももうこいつは攻撃してこないでしょう。あとはついにとっとと起きろっていう。
よし、カタリナはもう全開ですね。ミューズ自分で回復させるか。やっぱり攻撃は打っていかないと自利品になっちゃうんで。痛い、ブラックジャック、寝るなよ。寝たよ、焼きごて起きた。まあやっぱエレンが頼みですね。いやマジ強いわ、二刀流竜神烈火剣。まあちょっと妖精ちゃんが寝ちゃったけど、どうしようかな。ちょっと乱れ続けるか、もう打っていくか。で再生光を推理に当てて、でリバイバーを自分に打って攻撃と。最強だ、痛い、400か、防御して400か、くらえ、3500か。おお、いくつ食らう。おお、いいねいいね。いややっぱりね、コケズ陣はいいですね、だいぶダメージが軽減されるから。で自分にリバイバーがかかって、かつヒットポイントが回復と。でエレンがちょっと減ってるんで、乱れ接近かと2回打てるんで、もう打っちゃいましょう。だいぶダメージを与えてるはずなんで、妖精のヒットポイントも回復させておきますか。寝てるとはいえ体落とし、うわースクリュードライバー、痛い、なぜかクリティカルヒット的なものを食らった。なんでだ、ほらヒットポイントいくつくらいあるの。結構タフですからね。ただまだリバイバーが残ってるっていうのがめちゃくちゃでかいからな。よし400回復、これで妖精もとりあえずポイントは全開なはず。よし、しかも起きたぞ。でカタリナはちょっとまだ大丈夫だから、自動回復に任せましょう。そうするとエレンはなるべく死なせたくないからな。回復は早め早めで、この3人で攻撃をしていって、最強だ、ガハ水地。ガードできなかったか。あれ毒になった。おお、いいね。まあアルケスの攻撃自体がそんなに脅威な攻撃をしてこなかったんで、そこが良かったっすね。本当だったらな、体術レベルとか槍のレベルとか上がってほしかったんだけど。さて残るはフォルネウスですね。フォルネウス、フォルネウスがねほんと厄介なんですよね。ちょっと運ゲー的なところもあるんで、何使ってくるかっていうところっすよね。攻撃でアラケスの今回の攻撃方法はだいぶ運が良かった感じっすね。まあ、まずは何にせよ回復ポイントへ戻りましょう。でね、魚鱗1個くらいあったような気がするんですよね。それをね誰に装備させるか。まあ、カタリナは魔王の盾があるからそれにかけるでしょ。そしてやっぱエレンだよな。ガードリングを外して魚鱗をつけますか。ちょっと下がるけど、まあしょうがないよね。そうだよな。で最悪生命の杖1個使っちゃってもいい気がするんですよね。ルーンの杖が2つあるんで、なるべくなら使いたくないけど、ちょっと本当に勝てないようだったら生命の杖1つ発動させます。もうセーブしちゃっていいかな。こっちにセーブしとこう。さてフォルネウス戦、まあ雑魚敵はもう全部無視するんで、どっちだ、どっちでも良さそうな気がしたけど、うおー封鎖されている。こっちから行こう。
だからね、ドラゴンルーラー戦もちょっと粘ってね、槍手に入れてもよかったっすね。西洋の槍が若干弱い。予想してたよりもね、ちょっと弱かったんで、もうちょっと強いかなと。まあこれは単なる記憶違いなんですけど。いるね。真のアビスの力を見よ。ほんとこいつ怖いわ。どうしようかな。逆風でいくか。で、まあ、戦法は全く同じで、まずは覚醒させよう。スターバースト、で処理乗ったと。マイティサイクロン、なんだこれ、もう分からん、まあ、スタンさえしなければね。おりゃー、まあこれでも1200当たるんでね。スコールってどうなの。さすがにエレンも食らわない。ああ全然弱いわ。助かる助かる。さすがに2回攻撃で終わりでしょう。でリバイバが2人にかかったんで、まあ魔王の盾はね装備してるとリバイバかからないんで、まあ、カタリナは死んだら蘇らせるっていう方向にはなるんですけども、まあ、ここどう取るかっすよね。魔王の盾の力を良しとするか。っていうかさ、水になってんじゃねえかよ。これリバイバで火になるよね。地形。運が良ければっていう話だけど。まだ大丈夫かな。エレン、スイヤヒットポイント900超えたな。で、竜神劣化圏からの無双三段と。無双三段が一番強いよね、普通に。カタリナ早いな。なるべくなら先に来た。大車輪、よし見切った、ナイスだ。2人見切ったのはでかい。やっぱねカタリナ攻撃したからめっちゃ食らってたな。400食らってたね。ここで妖精が見切ったのがでかい。これ全滅するとな、見切ってない状態だからな。いや結構強いねスコール。カタリナもちょっと高級傷薬を使って回復に回そう。まあ、リバイバがあるとはいえなるべく取っておきたいからね、リバイバは。だからまずエレンと妖精ですよね、うちのダメージソースは。特にエレンだから、エレンを最優先に回復させる。よし、これで一応地層の水は消えたな。そうするとカタリナがやっぱ結構減ってるな。自分で自分を回復させよう。で、再生法を、どうすっかね。エレンはまずかける。で、ついでにかけとくか。大車輪、まあ防御状態で来てくれて助かったな。これで攻撃後の大車輪だったらちょっと危なかったね。よし、スコール。これスコールもね意外に痛いんだよね。ちょび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 食らうと100食らうからね。ただ妖精ちゃんとミューズが見切ってるからそこはだいぶでかいな。だからこれでね大車輪の見切りがね全員持ってればめちゃくちゃ楽だったんですよね。っていうかさ、竜神劣化圏全然当たんねえな。3600か。うわー、またスコールで水になっちゃったよ。これは2人回復に回せば大丈夫なんで、乱れ設備化を打ちましょう。で再生光で、まあ、妖精は入れておくでしょう。でカタリナはまあ勝手に回復するんで、ヒットポイントの低いミューズ、少しでもね回復分を取り戻さないといけないんで。おら2800きったー。メールストローム。カキンっていけ、カキンっていかないわ。死んだ。これ死ぬんすよ。マジで。霊気蘇らせないとまずいな。
くらえ。あれてかツイリンってリバイバーかかってなかったっけ。それすらも弾き返すのか。そうするとちょっとカタリナはマジで、回復に回さないといけないけど回復がない。左接撃が打つか。再生光で、まあ、まずは蘇らせよう。500系か、まあ、竜神烈火剣打ってどうしようかね。高級風邪薬を一応ミューズにやっておくか。そう、一人死んでるんでね、陣形が乱れてるんですよ。よし、ナイスだ、魔王の盾。これだよ、これ。発動してくれればめっちゃ助かる。まあ、このためにね、魔王の盾を装備したようなものだから。霊気。200か。ただ陣形が乱れるとね、かなりやばいんですよね。本当はな、3人くらい回復に回したいけど、ムーンシャインが使えないからね。カタリナ全然技上げてないから。乱れ鉄月下の再生光で、まあ、とりあえずエレンだな。で、再生光で、カタリナも回復させておくか。で、こいつは攻撃して、妖精はまたちょっと、高級傷薬を打とう。ツイリンかな。妖精は大車両見切ってるんで。うわー、来たー、メルストローム、カキンと蹴る、攻めて、ダメだ。わー、リバイバー発動した。ここからのスコールか。え、ツイリンまだ大丈夫だよね、LP。4くらい減った ?5 くらい減ってるか、もう。4900って。ダメージが上がってんな。あれ、虎血陣が乱れるダメージ上がる。で、高級傷癖で一応ツイリンが復活して再生光をエレンに打ってるよね。オッケー。ちょっとツイリンと妖精とカタリナがまずいね。本当はね、ここでシャッタースタッフとかね、余裕があれば打ちたいんだけど、ちょっとその余裕はないからな。竜神烈火剣の、まだあったっけ、高級傷薬あるね。自分に言うと、二段突き、痛い。151、スコール。あ、これはいいね。今回かなり助かったな、このターン。よしよしよし。だいぶ戻せたぞ。まだ死なないか。カタリナが膝をついている。ほら、再生光で500くらい回復してくれればめっちゃ助かるんだけど、383、全然ダメだ。まあ、これで自動回復が81だっけ。多分 20% 回復しますね。84。若干のヒットポイントの低さがあるけど、まあしょうがない。乱れ接月下が打てなくなった。逆風のタッチを打って、再生光で、ちょっとリバイバーが切れてるからな、リバイバーを打っとこう。で、こいつもリバイバーを打っとこう、自分に。で、竜神烈火剣の攻撃に入ろう。無双三段マイティーサイクロン。これあんま強くないよね。おりゃ、スコール、やったー。スコールマジ助かる。まあでもここまで体勢を立て直せればもうそろそろ倒せるでしょう。さすがにまだ生きてるか。でもおりゃ、真っ二つに切れろ。切れない。これでミューズとツイリンのリバイバが復活したんで、
お、しかも水の地層が消えてる。もうちょっとこいつないな。氷の剣で攻撃するか。1000くらいは当たるかな。そんな当たんないか。まあ自分と自分に打っておくか。竜神烈火剣も結構厳しくなってきたな。マイティサイクロンなんだ、当たんなかったぞ。マットサンダー3回だっけ。あ、でもそんなには強くないね。ここでもうフォルノウスの攻撃は終わりでしょ。やっぱり長期戦はね、虎穴陣が一番安定しますね、自分の中では。行動前防御っていうのがね、やっぱめちゃくちゃでかい。よーし、倒した。いや、ほんと強いわ、フォルノウス。おー、剣体験アップ。どっちかといえば体術が上がってほしかったけど。よし、これで新四魔貴族は全員倒したんで、あとは破壊するものだけですね。おっとっと、ちょっと雑魚には構ってられないで、破壊するもの戦もね、もうちょっとやっぱりヒットポイントが欲しいといえば欲しいんだけど、シャッタースタッフとかはもう全部投入するんで、どうだろうな、いけるかな。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回はいよいよ破壊するもの戦ですね。まあうまくいけば次回が最終回となります。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。